はい、黄金世代のことでございます。おはようございます。今日なんですけども、朝のトークやっていきたいなと思います。はい、というわけでっていうのを意識的にこう、というわけで今日もやっていきたいですみたいなのばっかりから入るんで、ちょっと言わないようにしたらちょっと違和感がすごくて、はい、ちょっと自分で笑っちゃいました。はい、今日やってきてます。よろしくお願いします。まずはですね、昨日 YouTube ライブの方ありがとうございました。はい、Twitter 杯の方もね、盛り上がってますね。第3節が、行われました。そして、今日なんですけど、夜9時から、はい、ワールドクラブインビテーションズチャンピオンズシップの、の予選会ですね。予選会の、予選リーグ第1節、お届けできればなと思っております。若道流さんとラッドリンクスさんという形で、日本連盟さん同士の対決という形で夜の9時からお届けできればと思っております。はい、また同日ですね、はい、ファミコンキャプツバ2さんの方も夜の10時から試合みたいなので、日本の連盟さんぜひね、第一節買っていただければなと思います。ファミコンキャプツバ2さんの模様は15日火曜日ですね、第2節の方、ライブでお届けできればというふうに、今思っておりますので、お時間ありましたら遊びに来ていただければなと思っております。はい、トーマさんもね、いい、なかなかかっこいいオープニング、作ってくれましたので、明日ねオープニングをお披露目できるんではないかなと。今日夜か今日夜ですね、はい、お届けできるんではないかなと思います。はい、さあ、まずガチャの方が若道流コンビ来ておりまして、若道流のワンツーですね、三崎くんと新田くんのワンツーはちょっと欲しいかなと思ったんですけど、まだいっかみたいな。新田くん、あの時が好きなんですよね。あの自動パスカットがあった時の力の新田くん、すごい古すぎるから。まあ力に本場でやってた時だったので、ヒューが新田って揃えてたんですけれども、はい、自動パスカットの新田くんがあった時で、シュートもそこそこでみたいなのと、あとはジャパンガチャみたいなのが始まった時の、チームスキル 10% の新田くん、あれとかがね、結構あの辺まで新田くん使ってたんですけど、最近の新田くんはいかんせん守備ができないんでね、今回もそうなんですけど、やっぱり発射台2台はっていう、ただ常設ガチャでも、なかなかシュート値自体は、フェスとかの他のエースストライカーと比べたらちょっと落ちますけど、昨日の数値見る限り条件付きですけど、かなり強いシュート打てるなというような印象です。はい、ただどうしてもヒューガ、ピエール、シュナイダーとか、ナトゥレーザーも含めてもっとね強いシューターもいますので、この辺持ってない人とかでもう得点、今得点はね、この辺持ってもみんな困ると思うんですよね。多分ランクもやられてても、あの連盟の中でも話しますけども、引き分けが非常に多くなる、0-0ゲームですね、0-0ゲームがやっぱ多くなってしまうので、削っていくと、もうガンガン削ってっていう、削ってっていう風にやっていくスタイルじゃない限り、なかなかこう点がねガンガン入っていくっていうのは難しいかなと思います。はい、この間のそのトークでもね、お話ししてたんですけど、多分自分打てて2本くらいなんですよ。本当は3本4本とかね打っていけばいいんでしょうけど、どうしてもこう癖で作ってしまうと、これランクマ向きではないと思うんですけど、でも楽しくやれればいいやと思いながらやってます。はい、やっぱフレマっぽくやるのとランクマとはね、まだ今回のカップ戦もそうですけど、やっぱり変わってきますよね。はい、そんなところで、タイムアタックも来ておりまして、今日時間あった時に久しぶりにちょっとタイムアタック、ちょっとやってないからやろうと思って、やったついでに意外とこうサクサクいけたんで、ついでにちょっと動画にしてみようと思って、久しぶりタイムアタックの動画ですね。前回やらなかったらちょっとご要望もあったので、早くクリアするっていうわけではなくて、パパパッとね終わりやすいっていうのと、なるべく持ってるようなねキャラクターでクリアしていくっていうような形でやればいいんじゃないかなと思ってやっております。はい、ただここから5から7はね、結構キャラ持ってないとっていう条件付きなものが増えてきてしまうのかなと思うので、その辺もね、またでタイムアタック難しいところ、タイムアタックはね、タイムアタックだからこそ持ち物検査みたいな形を運営さんやるんですけど、タイムアタックとかはもしタイムを競うんであれば、何でしょう、キャラね全部揃えられて、このキャラクターたちでとかでやってみても面白いのかなとちょっと思ったんですけどね、アップデートまだされてないんで、このキャラたちで、だからカップ戦とかも一回揃えられた
デッキでやってみたらどうかなとかちょっと思ったんですけど、はい、ダメかな。それだったらもう全然ガチャとかする意味がないからあれなのかな。そうだよね、多分ね、きっとね、運営的にはそうなのかもしれないね。はい、そう、あとね、ちょっと思ったところがあって、オンラインでこのクイックマッチとかってずっと残ってるんですけど、やってる人います？募集もできますし、参加もできますし、だって参加ボタン、1人で遊ぶ観戦とかもあるんですけど、クイックマッチとかやってる人いるのかなとか思って、はい、まあね、実装されて、YouTube でクイックマッチで遊ぼうみたいなライブもないしなかなか、はい、このクイックマッチは何だろう、練習、やっぱ自分のデッキで練習しないとなっていうところなんですかね。はい、あ、そう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 、藤井聡太4冠が藤井聡太5冠になりましたねっていうところで、はい、ついにね、五冠まで、あの若さで五冠までいけるな、すごいなみたいな感じでちょっと思ってましたけども、はい、やっぱりね、一つの道にしっかり打ち込んで一生懸命やってるんだろうなというところと、ね、頑張っていかなきゃいけないなというところで、非常にね、刺激になるような形でしたね、あのニュースとしては。はい、まあ、あと休日というところもあって、コロナの方に関しましても、まあ、1万1000人台というところで、まあ、1回山の下り坂に入ったんですかね。まあ、これちょっと連休明けてみて、3連休なんでね、結構人も結構街は多いみたいなんですけど、まあ、1回ある程度感染広まり尽くして下り坂になるのかどうかっていうところがね、まあ、一つここや山なのかなと。結構自分の周りもさすがに濃厚接触対象とかだいぶ出てきてまして、まあいろいろなことに差し支えはないような形でウェブとかに切り替えたりとかして、こなしてはいるんですけれども、よくなんかね、電話かかってきて、すいません、濃厚接触対象になってしまって会えないですとか、そういうね、連絡をいただく機会が増えたりとかもしてるんで、まあ、よりリアルに、もう本当今までそこまでねなかったんですけど、まあ、本当にね、これだけかかってる人いるんで、まあ、リアルにね、近いところにいっぱい迫ってるなというような形がします。はい、さあ、日曜日3連休終わりなんですけども、まず、まあ、カップ戦バレンタイン杯 S10 なんですけど、まあ、ピエールが一番いいんですかね。やっぱりね、若林で、ま、あのシュートね、マッチアップで、シュート威力上げていけば初段から 60% 取れるようになりますし、あとこの間のサンターナか、フルメタルファントム詰めば初段多分 60%、 同じ絆同士だったら初段 60% 超えていけると思うので、何キャラかね、やっぱり S10 だと、若林60超えできるキャラクターがいるんで、まあ、PL 杯というトーマさんとも話しましたけど、まあ、PL しっかり持って絆上げれてる人がしっかり若林に対しては有効なのではないかなと。また、レシャールがねやっぱり多いので、コンビ技シュート防ぐという意味でも PL がいいかなと。で、若島津っていう意味でも、もう若島津は全然地上シュートでも取れないんでこれ大問題。サリナスはフォワードだったら抜けるのか。で、三浦も若林が60%超えるってことは抜けるということで、はい、結構ね、PL が、ね、絆高い場合は思いっきり有効的に勝負していくっていうのがいいんじゃないかなというような範囲になってますね。はい、ちょっと時間が取れたら、バレンタイン杯シューターキーパーのランキングを見ながら、ひな形を持ってない場合どれでやっていくかみたいな、ちょっと動画やってみようかな。はい、ちょっと時間あったら、ちょっと今ね思いついたんですけど、やってみれたらなと思います。はい、さあ、そんなところでしょうか。で、バレンタインのイベント進んでおりまして、なんかブラボーがえらいもらえるね、ログインだけではなくてイベントミッションでもブラボーが、まあ、ちょっとブラボーも枯渇してきているので、非常にね、ありがたいかなと思うんですけども、今週ガーッと過ごしていくと、もう金曜日にはまあ日短いですからね、ネクストドリーム、ネクドリは今回なんでしょうね、イタリアかな、前回がオランダリーグでしたっけ。はい、ブライアンね、万有の移籍金大丈夫なのかなってずっと
思ってカゴタスとかとも話してたんですけど、代理人さんも大丈夫かっていうと、チーム間の揉め事大丈夫かなみたいな、80億円かなんかでしたよねみたいな、これ大丈夫なんかなとちょっと思ったんですけど、はい、まあその辺も含めて、まあそこは今後話が続けばね、どういう風になるのかっていうところもあるんですけれども、うん、まああのね、漫画のコマだけだと、よし俺は決めたとか一人で勝手に決めちゃってるんですけど大丈夫ですかみたいな感じだったんですけど、はい、今月はオランダ、イタリア、まあただ石崎がイタリアで来て、葵も来たので、まあヘルナンデス、ジェンティーレとかイタリアで欲しいところも多いかなと思うんですけども、他で行くとフランスも出ましたし、まあドイツリーグなんかは比較的結構目をつけてもいいのかなというところ、はい、まあ、ただ佐野くん自等の、ね、マルセイユも PL が出た以降関わってきてないですし、まあ、あとポルトガルリーグの方もね、若島津とかもありますし、まあ、ちょっとね全然わからないですけど、またあのね、あの全然絵には出てないキャラクターとかがいっぱいね今後出てくるんじゃないかなというところで、もうこのタイミングでシュナイダーって早くもあるのかな、多分シュナイダー来月だと思うんですよね、あの予想だと。でただ今サイクル早いんで、今月シュナイダーで若林キラーで即でバーンって出てきたりとかしたらみんな引くんでしょうけど、多分3月じゃないかなとちょっと思うんですけどね。クラブゲームさんね、1,2,3 で第一四半期になりますから、3の売りとしてはまあフェス、もしくはでもシュナイダー即でフェスになっちゃうんで、まあネクドリで出しとくっていうのがいいんじゃないかなと。やっぱり若林初段 60% 超えて納得性が高いキャラクターっていうとね、どこまで行ってもシュナイダーかなと思いますし、まあ今でもね、あのランクマとかでもありますけど、言ってやっぱりピエール・シュナイダーすごい厄介なので、はい、ハンド収束ジンファイヤーをですね、もうエリア外からでもともかくかもかく、とりあえずスタミナ減らすためにオープニングハンド収束ジンファイヤーが最近ありふれてる気がするんですけど、皆さんそんな経験ないですかね、はい、さあ、そんなところで今日はこの辺で終わっていきたいなと思うんですが、はい、まず、バレンタイン杯ね、もしお会いしたかったいらっしゃいましたらよろしくお願いします。楽しく試合しましょう。はい、というわけでいつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。そして今日夜21時から、は WCIC の、予選会、お届けいたしますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた。